本当にありがとうございます。続きまして立花咲希さん。立花さんは2011年レーシングミックサポーターズ、そしてドリフトエンジェルスとしてご活躍され、日本レースクイーン大賞2代目グランプリに輝きました。ありがとうございます。続きまして佐々木愛理さん。佐々木さんは2012年 D ステーションフレッシュエンジェルスとしてご活躍され、日本レースクイーン大賞3代目グランプリに輝きました。続きまして佐野真也さん。佐野さんは2013年ウェッツスポーツレーシングギャルズとしてご活躍され、日本レースクイーン大賞4代目グランプリに輝きました。続きまして日野麗華さん。日野さんは2014年イーヤガールスターズ、そしてドリフトエンジェルスとしてご活躍され、日本レースクイーン大賞5代目グランプリに輝きました。さあ続きまして荒井司さん。荒井さんは2015年レーシングミックサポーターズとしてご活躍され、日本レースクイーン大賞6代目グランプリに輝きました。ありがとうございます。さあ続きまして清瀬真知さん。清瀬さんは2016年 D ステーションフレッシュエンジェルスとしてご活躍され、日本レースクイーン大賞7代目グランプリに輝きました。さあ続きましょう、阿久津真央さん。阿久津さんは2017年パシフィックフェアリーズとしてご活躍され、日本レースクイーン大賞8代目グランプリに輝きました。ありがとうございます。さあ続きまして林さくらさん。林さんは2018年 D ステーションフレッシュエンジェルス、そしてラフィーナレディとしてご活躍され、日本レースクイーン大賞9代目グランプリに輝きました。ということでございまして、なんと歴代グランプリ受賞者9名の皆様に本日はお集めいただきました。今一度盛大な拍手をお願い申し上げます。ありがとうございます皆さん。さあせっかくね、はい、歴代のグランプリの皆さんいらっしゃってますので、はいはい、お一人ずつちょっと当時の思い出を振り返っていただきたいかなと思うんですけれども、はい、まずは初代、もう初代は一人しかいません。もうグランプリで、グランプリの初代のグランプリを勝ち取った時のその時のお気持ちを今一度振り返ってみていかがでしょう。はい、まず何もわからないまま初代ってかレースクイーン大賞が始まりまして、今年で10周年ということで時の流れの速さに驚いているんですけれども、なんだろう、自分が取れるっていうのは思ってなかったんですけど、気持ちを強くしていかないと負けそうだったので、最初からグランプリを取るぞっていう強い気持ちを持って挑んだので、緊張であんまりステージは覚えてないんですけど、本当に嬉しかったです。はい、今日はありがとうございます。改めて、はい、そしてそんな2年目を迎えた、はい、グランプリはいつも天真爛漫で、なんかいつもなんかこう苦しい思いとかしたことないのかなってくらい天真爛漫な立花さんだったんですが、その2年目の受賞、はい、その時の気持ちをお聞かせください。ちょっと一つ言っていいですか。はい、皆さんこんにちは、横滑りコケティッシュキャットこと立花咲希です。ありがとうございます。改めて、まあ、その当時、投票してくださった皆様本当にありがとうございました。いろんな思いがあったんですけど、その当時、事務所が一緒で仲がいい南千奈ちゃんからここでトロフィーをもらえて、お互いこう顔を向き合ってこうなんていうんですかね、抱き合ったことがすごい印象に残ってて、そんなドラマがこの後も、まあ、見れるのかなというか見届けたいなと思います。はい、はい、ありがとうございます。今日はまさにありがとうございます。ありがとうございます。さあそして3代目グランプリ、アイリーンといえばプロのレースクイーンという言葉が一番似合うと思うんですけれども、はい、そんなアイリーンでも多分大変だった、グランプリの年、どんなお気持ちだったんでしょう。はい、皆さんこんにちは、佐々木愛理です。ありがとうございます。はい、私がグランプリを取った年は2番じゃダメで1番しかダメですって言い続けた年だったんですけれども、本当に取れるかどうかはやっぱり不安の1年を過ごして、
あのここに呼ばれた時、あ、私の時こんなに大きいステージじゃなかったんですけど今となってはすごい2階席まであるこんな立派なステージで発表ができてすごい羨ましいぐらいの気持ちなんですが、私の時は発表された時びっくりしてなんかサプライズをもらった気分になりました。で、私以上にあのスポンサーや周りのみんなが喜んでくれたことが本当に嬉しいプレゼントだったなと思ってます。ありがとうございます。ありがとうございます。すみません、あの佐々木さんか問題が勃発してるんですけど、佐々木さんでよろしいですか？どっちでも大丈夫です。どっちでもいいですね。言いやすい方で言ってください。佐々木愛理です。ありがとうございます。さあ、それでは続きまして、はいはい、そして4代目のグランプリ、もう圧倒的な存在感を誇る、今でもそのチームに関わっているという、ね、きっかけにもなったと思います。レースクイーン大賞、その時のお気持ちを今一度振り返っていただけますか？はい、2013年にグランプリを受賞をしました佐野真也です。あ、ありがとうございます。あの、私はその時コスチューム大賞のグランプリも受賞したすごくいい年になったんですけれども、あのですね、昨年私は別スポーツバンドのアンバサダーとしてまた再びサーキットに戻ってくることができました。それもその大賞のグランプリっていうあのことを残していたからこそだろうなと思っています。本当にこの歴代のグランプリのところに名前を連ねることができて本当に光栄です。ありがとうございます。はい、今日はありがとうございます。声ひっくり返しました。ありがとうございます。はい、そして5代目グランプリ、いつも笑顔がとても印象的で、でもそのステージでは涙も見れたレイチェル美濃玲香さんなんですが、その時の年に一番嬉しかったことは何だったんでしょう？嬉しかったことですか？感想でもいいですよ。その時にちょっとアレンジ聞いててびっくりしました、はい、私はそうです、2年大賞を取った後3年目でグランプリを取らさせていただいたんですけれども、3年目はその初めてグランプリを取りたいという宣言をしたので本当にプレッシャーだったんですけど、なのでこのステージでグランプリを取れた時は本当に人生で一番嬉しかったです。はい、ありがとうございます。見事に答えていただきました。優しい質問にしてねと言われていたのでちょっと難しくしました。あえてそうしたんですね。はい、はい、そして荒井司さん、立花さん以来のチームの、グランプリを持ち帰ることができたんですが、その時のお気持ちをお聞かせください。はい、荒井司です。ありがとうございます。そうですね、私はそのグッドスマイルレーシングというレーシングチームに、ずっと所属させていただいていて、今年で7年目になるんですけど、その大好きなチームにグランプリという、称号を持ち帰ることができてとっても嬉しかったです。でもこれから受賞するグランプリの方はとっても嬉しいと思うんですけど、受賞できなかった方もこう皆さんと頑張った過程っていうのを大切に、胸に、しっかり残していってほしいなと思います。はい、ありがとうございます。さあ、そして7代目グランプリの清瀬さん、多分同じチームがみんな人気のレースクイーンが集まるチームでした。とてもプレッシャーの大きかった年だと思いますが、その時のお気持ちをお聞かせください。あの、一言で済ませてと言われてたんで一言しか考えてなくて、じゃあちょっと自己紹介の一言だけでもいいですか？はい、もちろんです、はい、すいません。じゃあ、自己紹介と3年前のこのステージで言った一言だけ言います。私が頑張れるのはみんなのおかげ、本当にみんなに感謝してるよ、いつも応援サンキューベリー。はい、マッチこと清瀬マチです。みんな夢を叶えてくれてありがとう。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。そして8代目グランプリのアツさんはチームにその年の3冠をもたらすことができました。その時のお気持ちをお聞かせください。皆さんこんにちは、マオマオこと阿久津マオです。ありがとうございます。2017年の年は新人賞とコスチューム賞と、レースクイーン大賞グランプリと3冠を受賞することができました。応援してくれた皆さんありがとうございました。今すごいドキドキして受賞者の皆さん待ってると思うんですけど、グランプリ一番を目指して頑張った日々はすごいこれからも自分にとってすごい大きな自信になるんで、飛んじゃった自信となります。はい、で私もう本当に一番ってすごいいろんな意味で重いと思ってて、2年経ったんですけど受賞してからもうどんどん重さを実感してきてます。
自分にとってこの人生で一番の宝物なので、本当にグランプリを取らせてくださった皆さん、ありがとうございました。はい、今日ありがとうございます。はい、そして9代目グランプリの林さん、はい、多分一番フレッシュな気持ちで今ね、ここで歴代に立っていると思うんですが、今、その受賞された去年のお気持ちをまずお聞かせください。はい、わかりました。去年の気持ちですね。はい、本当に今でもなんかこう、私がこのステージに歴代のこうグランプリ獲得者の方々とこう肩を並べて立ててるのが本当に不思議で、やっぱりあの当時応援してくださった皆さんのおかげで私が今ここに立ててると思いますので、本当に去年のあのことは本当に私の一生の宝物だと思っています。でこう歴代の方々がこうグランプリを引き継いでくださったので、こうして私も、9代目のグランプリになることができました。そして10代目のグランプリの子に、これから引き継ぎさせていただきたいと思っております。ありがとうございます。以上です。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。さあ、というわけでね、自らのレースペインで事情が分かる水村さんからいろんな質問を取りました。ありがとうございました。ちょっと意地悪しちゃいますね。歴代グランプリ受賞者9名の皆様でございました。皆様盛大な拍手をお送りください。今日はありがとうございました。ありがとうございました。わざわざ本当にありがとうございました。皆さん大きな拍手をお送りください。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。本当にみんな圧倒的な存在感ですね。